さあ、始まりました。もちチャンネル。さあ、今、緊急で動画撮ってるんですけども、はい、これはすごくなりましたね。ついにですね、トイック、パートごとの正答率が出るっていうですね、はい。これはすごいですよ。今までね、ほんとやってほしいってずっとみんな思ってたことなんですけど、ついにトイックでパートごとの正答率を見ることができると。しかも、パート7に関してはシングルパッセージとマルティプルパッセージですね。まあ、複数文章があるのがマルティプルパッセージっていうんですけど、それも分かれてちゃんと正答率が出るっていうので、やっとね、何問正解したのかっていうのが分かるようになるんですよ。あ、はい。ちなみにこれ森テキュー T シャツです。はい。多分ね、はい。リンク貼っときます。ぜひお買いまとめください。さて、どういうことなのかですね、見ていきたいと思うんですけど、いやー、やりました。ついにです。トイックプログラムを実施するですね、国際ビジネスコミュニケーション協会 IIBC は、トイックリスニング&リーディング公開テストにおけるサービス拡充の一環として、2024年6月以降のトイック L&R 公開テストの受験者に対し、より詳細なテスト結果のフィードバックが受けられるあなたへのアドバイスっていうのが出るんですね。オンライン上で無料提供しますというふうに、はい、ここのまあ、トイックの結果が出てくるところですね。このデジタル公式認定証を表示とか、コピーするのボタンの下のところに、あなたへのアドバイスというところが出てくると。で、これがすごくいいんですよ。で、今までのトイックのやつですね、リスニング・リーディングのトータルスコアと、それをもとにレベル別評価、項目別の正答率、アビリティーズ・メジャードっていうのが出てるんですね。はい。だそう、項目別のこのね、アビリティーズ・メジャードなんか見たって、どこ間違ってんのか、一般の受験者わかんないわけですよ。だから毎回ね、うちのチャンネルのね、動画にも出てますけど、これ見てくださいって言ってるわけですよ。ね、こういうやつあるじゃないですか。これを見たところで、一体自分がどこが合ってて、どこが間違ってるかわかんないわけですよ。例えば、リスニングの方ですね、青い方だと、短い会話、アナウンス、ナレーションって書いてあるから、パート1、2なわけですね。だ1個目と3つ目がパート1、2なんだけど、パート1なのかパート2なのか間違ったのかどっちかわかんない。同様に2番目と4番目も長めの会話アナウンスナレーションって書いてあるから、パート3、4なんだけど、パート3、4のどっちを間違えたのかわかんないわけですよ。で、最後のやつなんて、この5問目のやつなんかパート2と3と4の問題だから、そう、どれなのかわかんないんですよ。だそれぞれにね、こう被ってる問題があるわけですね。その、だから1番目のやつと5番目のやつって被ってるやつがあるわけですよ。だからどれを間違えたのか、どこのパートを間違えたのか分かんないわけ。はい。で、リーディングの方なんていうのも、文章中ってこうやってね、続いてて、1個目と2つ目はパート7だっていうのが分かる。でも、3つ目はパート6なのか7なのか分かんない。で、次の4つ目も語彙が理解できるは、パート5、パート6、パート7にかかってるから、どれか分かんない。文法が理解できるは、パート5かパート6か。なんで、どのパートを間違ってるのかですね、これだけでは分かんないわけですよ。だからアドバイスするのがかなり大変なわけですね。だいたいこういう問題を落としてると思いますよとかっていうのはわかるんですけど、それだけではやっぱり正確なアドバイスとかってできないんですよ。いや、それが変わったっていうのはめちゃくちゃでかいことなんですよ。それぞれのパートがわかるっていうのはとてつもなく大きなことなんですね。で、じゃあどういう風になるのかっていうのを見ていくんですけど、注意しなきゃいけないのは IP テストですね。団体受験はこれ対象外ですから出ませんよってことです。はい。試験日から19日後をめどに確認できると。6月より前のトイックのやつには出てきませんよ。試験から2年後経ったら表示されなくなりますよっていうことですね。PDF とかはないよっていうので、まずはこういう風にですね、ここの正答率が出てて、あなた平均とか、そんなのもあるの？参考ってなんだこれ。写真描写、応答問題、会話問題とかっていうのが、これね、レーダーチャートにこうなってるわけですよね。正答率が最も高いのはパート1でした。最も低いのはパート3でしたとかっていうのが出るんだね。へぇ。で、さらには横に、バーグラフですね。棒グラフも載ってますね。リスニング、リーディングでどれだけの正答率だったのか。だからこれ、まあ、おおよそのって書いてあるな。でもこれが出るってめちゃくちゃでかいじゃないですか。どこのパートが苦手だかっていうのがわかる。で、さらにこれでアビリティーズメジャードもね、出てれば、このパートのこういう問題を間違えたんだろうっていうのもわかるんですよ。だからこの2つがある、2つの情報を見れるっていうのは、むちゃくちゃでかいことなんです。で、アドバイスする側もすごく助かるって感じですね。そう。だからいつも、で、これを使ってアドバイスするときに見ながら、こうこうこうで、おそらくこういうことなんじゃないかなって言わなきゃいけなかったわけですね。おそらくパート5でこう落としてますねとか、おそらくパート6でこう落としてますねとかって言うしかなかったんですよ。だそれが、この2つの情報を合わせることによって、パート5で落としてますね。で、さらにパート5のこういう問題を文法とかね、の落としてるんじゃないですかねとか、パート5で語彙の問題
問題をたくさん落としてるんじゃないですかねとかっていうことが分かるようになるわけですね。だからこれはでかいです。だから学習者にとってもだいぶ分かりやすくなる。自分がどこが苦手なのかね。今まではやっぱりこのうちのね動画だったりとか、まあその動画を見ても分かんないっていう人が多い状況だったし、実際やっぱアドバイスをちゃんと求めないと、誰かねそう詳しい専門家に求めないとできないっていう状況だったのが、それがすごくよく分かりやすくなるんじゃないかなと思いますね。いや本当にこれ大事ですよ。あとまあ皆さん言うんですけど、もうネット上にとにかくトイック知らなくてもう出回ってる情報が多すぎて嘘情報が多い。なんかトイックに出る表現とかってさ、出ないのばっかりガーッとで、ね、広がってて、でそれがまあなんかすごい拡散されてるわけじゃないですか。騙されないで、トイックちゃんと分かる人にアドバイスをもらってください。だから今後に向けてとかっていうのもこうやって出てくるわけですね。アドバイス、あなたのリーディングスコアは何点で、こういった分類されたスコア帯に入ります。でパートはパート 7A、 一つの文章、最も低いパートはパート5とかって出るんだね。でこうこうこうやってここに取り組みましょうとかって出てくれるんで、前よりまあ自動のアドバイス自体もかなり正確になるっていう感じですよね、はい、まあ誰かに聞かなくてもだいぶ分かりやすくなる。でさらに面白いのが属性別平均スコアですね。そう、今さアンケートがオンラインになってるわけですよ。今まではアンケートってね、こう書かなきゃいけない、マークしなきゃいけなかったわけですけど、で、それもマークしないじゃないですか、今ね。アンケートのやつなくなってますよね、会場で実際にやるのは。その代わり、会場じゃなくて、もう申し込みの時にネット上で選ぶっていう風になってて、だから僕からするとね、今までアンケート答えなかった人ですから、答えてなかったんで、それを答えなきゃいけないものが増えたんで、めんどくさくなってはいるんですよ。はい。めんどくさい、そのネット上でやんなきゃいけないからさ。でもそれをやることによって、このね、いろんな属性別平均スコアとかっていうのも出たりすると、年代とかね、職業とか専攻とか職種とかでもこういう点数ですよとかっていうのが見れるようになる。これはだいぶ面白いよね。自分の年代ではとかね、自分のその仕事してる人たちではどれぐらいの平均でって言ってね、こうやって見れるわけ。あなた低いじゃないですかこの人、みんな全体よりも全ての平均より低いですけど、はい、という風にこうやってなるっていうのはもうこれも革命的ですね。今までじゃ考えられない、今までのトイックではありえないことですから、はい。トイック受験して申し込みサイトで自身のスコアを確認するときに、このあなたへのアドバイスっていうのがあると。でまあこれを参考にして学習して、でトイックにまた挑戦してくださいねっていう風になってると、はい、まあ、そうですね。当然受けてもらわないと始まらないですから、トイック側もということで、こういう感じでやりましょうっていうのでなっていると、うん、これはすごく良くなったことだと思いますね、はい。ちなみに会員登録してこういう風に勉強学習のねアプリ的なのもありますよみたいなのが載ってますね。いやこれは本当にいいです、はい。なんていうのもものすごいグワッとなりますね、はい。もうこれは学習者にとってもいいし、はい、指導する側にとってもすごくいいことになりますので、はい、ぜひともこれを参考にしていただければと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。